こんにちは、泥棒対策ライト主催の下塚さなおみです。今回は三鷹芸術文化センター星野ホールで、ネクストセレクションに選んでいただいて15期設置公演日々ルルルという公演を9月2日からやらせていただきます。今回なぜ、日々ルルルというタイトルにしたかっていうとそうですね、思い出せないんですけどっていうのはもうひたすらノートに書いてタイトルをいつも決めるのね。毎日楽しくて辛くて悲しくてでも楽しいなっていうことを考えながらノートを書いてたら日々ルルルっていう言葉が降りてきて、なんかそんな風な生活を、日常をなんかみんなでそれでも生きていくんだぜっていう気持ちでつけました。つけました。なんかジャンルがパッキリ割れるのが嫌いでダンスとか芝居とか、芝居とか、うん、でもそんなの行き来して、うん、みんな生きてるじゃん。別に音楽聴いたりさ、好きなものは1個だけじゃなくていろんなことが好きで、そうやって人ができているから、なんかそのよりいろんな要素を取り組んでやっていきたいなと思って、今回はそこに、音楽で曽我大悟さんっていう方に加わっていただくんですけど、その人とも相談しながら声を声音楽とより結びついて作っていこうと思っていて、結構新しい試みになりそうです。これを言って全部嫌いにしなくても8。でもすごいうるさいし、みんなうるさいね。まとまんない。急に最多なんだよね。そうなんだね。最多で事件が多すぎる。一個で、しもちゃんがまとめるはずだけど、しもちゃんもよく出すよね。そうそうそう、何何って言っちゃうから、いやちょっと待って、ちょっと待って、なんで誰もが違う方向を向いている時間がたくさんある。そうなんだね。でもだから一旦そういうタイムがあってやるよってなるとすごいよね、爆発力がね。やるよって言ったことない。あるよ。ずっと待ってるよ。今回はまだないかな。そうだ。台本がね、台本がないんですよ。うん、泥棒対策ライト。台本がなくて、その日にですね、ちょっと今こういうことを試したいんだけどっていうのを、下塚さんからちょっとそのちょっとしたこうイメージとかをこうね渡されてね、やるんですけど、本当急にやらされるもんね。ね、だから僕たちもどんなことなのか知らないんですね。まだね、まだ、全部が見えてるのはね、一個も下ちゃんぐらいしか知らないんだよね。でもしもちゃんの演出は面白いですし、なんか僕個人的には、あれなんですよ、そんな、なんていうの、こう今回の日々ルルルの稽古中にもちょいちょいさ、なんかこうこういうことってあるじゃないですかみたいな、日常からこうインスピレーションを受けてるみたいな、っていう時にこうなんかね、なんていうの、いやすごい分かる、共感できることなんだけど、なぜそういうなんていうの振り付けなんだけどとかになるのか、どうなってんのかなって。なるほどね。どうやった生き方をしてきてこうなったんだろうなってきっとひどい目にあったんだ。自分がつけた振り付けについて、あ、こういうことを考えてやっているからこうなるんだよって言える時と、作品が終わった後に、あ、そこういうこと考えてたんだなって振り付けから思う時と両方あって、まあでも今本格的に一個振り付けてるものに関してはこういうことなんだよ、だからこうなりましたみたいなことをみんなに話してるね。でもそういうパターンと、もうよくわかんないけどこれですっていう、そうだね、パターンと両方ですね。もう最近は当たり前になったと思うんですけど、夜歩いてる時に
ふと駐輪場だったり玄関とかの電気がつくじゃないですか、パッて。でそれまだできたばっかだったから、いや何明るくなって、私別に泥棒しないしみたいな、なんかちょっとイラッとしてたの街歩いてて、なんかなんでそんな照らされたの。なんか昔のしもちゃん卑屈だったんだね。だいぶ丸くなったんだね、だいぶね。それででなんだよって思ってびっくりするからね、うん、暗いとこ歩いてたらパッて明るくなるから、うん、まあでもまあちょっと見やすくなるからいいかって思って、なんかそういうなんかちょっとざわっとした感じでも、うん、でもちょっとは助かるよみたいな感じが気になって、そのライトに私が勝手に泥棒対策ライトっていう名前をつけて、じゃあ その泥棒対策ライトって言った時は、私口の滑りが好きで、泥棒対策ライトなんか楽しいな言ってる時って思う、あ口がね、口が楽しいの、うんうん、っていうのは感覚わかるよ、うん、で泥棒対策ライトっていう名前にしたんですね。はい、今回じゃあ最多9人でお届けする日々ルルル、久々の方から新しい方、ずっと一緒にいる人から、なんかまあ本当個性豊かな仲間で楽しく稽古をしているので、絶対楽しい面白いものになると思います。よろしくお願いします。はい、今回出演させていただく、劇場が今までで今まで泥棒対策ライトがやってきた空間より、一番広いので、広いんですけど、今まで僕たちが大事にしてきたお客さんとのなんていうか親密な距離感とか、なんかお客さん巻き込んで作品を作っていく感じとかっていうのを広い空間でも、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、久しぶりに泥棒対策ライトさんに参加させていただきますので、そうですね、万難を排して頑張ります。はい、泥棒対策ライト記念すべき10回目の公演日々ルルル、こちらの公演をね、まさか三鷹の星野ホールで大好きな劇場でやらさせていただけるということで、9月まだ暑いですけど、三鷹駅からこう歩いてきていただいて、神社の角を曲がりまして、三鷹の星野ホールに着きましたら、まあちょっとね汗ばむ季節ではあると思うんですけども、そんな中にちょっとしたまあ爽やかな風をお届けできるような時間を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。泥棒対